それでは各賞の発表を続けてまいりましょう。次は殊勲選手賞ラテンアメリカン部門のノミネート選手をご紹介いたします。日野勇紀、天野ゆりか、全関東選手権2位。岡本圭介、塚越亜美、ジャパントロフィー3位。中島佑樹、東部日本選手権2位。須藤達也、庄司真由、ジャパントロフィー優勝。中島浩一、奥山智美、東京ダンス選手権2位。瀬底翔太、堀川誠、東京ダンス選手権優勝。以上、殊勲選手賞ラテンアメリカン部門6組のノミネート選手をご紹介いたしました。それでは全員でもう一度踊っていただきましょう。種目はチャチャチャです。ありがとうございました。それでは続きまして、殊勲選手賞スタンダード部門のノミネート選手をご紹介いたします。紺野哲也、井ノ口香織、全関東選手権2位。室伏広明、青沼彩、東京ダンス選手権3位。末安雄一郎、木村由香、東京ダンス選手権2位。三森秀明、酒井よしみ、全関東選手権3位。杉野隆2レップ、全関東選手権4位。伊崎健太、伊藤沙織、東京ダンス選手権6位。以上、殊勲選手賞スタンダード部門6組のノミネート選手をご紹介しました。それでは全員でもう一度踊っていただきましょう。種目はタンゴです。ありがとうございました。それでは殊勲選手賞にノミネートされた選手にもう一度ご登場いただきましょう。殊勲選手賞スタンダード部門にノミネートされました皆さんには、選手会相談役山本大輔より記念のトロフィーが、そしてラテンアメリカン部門にノミネートされました皆さんには、選手会副会長大下信弘より記念のトロフィーが贈られます。それでは殊勲選手賞部門大賞の発表です。まず殊勲選手賞ラテンアメリカン部門の大賞は瀬底翔太、堀川誠組です。おめでとうございます。続きまして、殊勲選手賞スタンダード部門の大賞は紺野哲也、井ノ口香織組です。おめでとうございます。これより表彰に移ります。大賞の2組には、東部日本ボールルームダンス連盟副会長篠田忠様より賞状およびトロフィーが贈られます。そして公益財団法人日本ボールルームダンス連盟副会長内田義明様より副賞が贈られます。さらにラテンアメリカン部門大賞の瀬底翔太、堀川誠組にはダンスコスチューム長谷部代表取締役長谷部邦夫様より特別スポンサー賞が贈られます。そしてスタンダード部門大賞の紺野哲也、井ノ口香織組にはテイラー真鍋代表真鍋康武様より特別スポンサー賞が贈られます。それでは殊勲選手賞ラテンアメリカン部門大賞に輝いた瀬底翔太、堀川誠組に栄光のダンスを踊っていただきましょう。種目はパソドブレです。ありがとうございました。続きまして、殊勲選手賞スタンダード部門大賞に輝いた紺野哲也、井ノ口香織組に栄光のダンスを踊っていただきましょう。種目はクイックステップです。ありがとうございました。以上、殊勲選手賞部門でした。まさか大賞取れると思ってなかったので、びっくりと嬉しさとびっくりのが大きいです。大賞を取ること自体が初めてなのですごく光栄で感動しています。これからもよろしくお願いいたします。そうですね、1年間頑張ってきたことがこうやって形になって大賞というものをいただけて大変嬉しく思います。どうもありがとうございます。いつも応援してくださる先生方、お客様、パートナーの香織さん、あとは両親などいろいろな方々いつもありがとうございます。これからも頑張ります。